横浜ユーラシア文化館は神奈川県横浜市中区にある博物館。横浜都市発展記念館と同一の建物内にある。図書資料室横浜ユーラシア文化館は晩年を横浜市で過ごした江上奈美雄が横浜市に寄贈した考古学、歴史学、民俗学、美術関係の資料をもとに2003年3月に開館した博物館である。 2500点余りの考古、歴史、美術、民族資料と約2万5千冊の文献資料が収蔵、展示されている。これらを砂漠と草原、色と形、技、装う、伝えるという5つのキーワードを軸として、ユーラシア諸地域の多彩な文化と人々の交流の歴史がわかるように展示しているのが特色である。発展記念館を併設する形で、 ユーラシア文化館の施設が設けられている。横浜都市発展記念館と同居する形の建物は元来横浜市外電話局として利用されていた。旧横浜市外電話局は1929年横浜中央電話局として建築された。設計を行ったのは建築家として戦前戦後の長期にわたって低新章。 郵政省の永然組織を率いた横浜出身の定身将棋師である中山博吉によるものである。建物の外壁に濃い茶色のタイルを全面に貼り、装飾を控えた堅実なデザインでありながら、2階から4階をまとめる柱型や壁の長部の石のコーニスなどに古典主義様式の構成を残すなど、昭和戦前期の定身省特有の衣装が見られる。 4階建ての建物は電話局としての機能から各階の高さが異なっており1階と3階は高くそれぞれ営業室、交換室として使われていた。また2階には局長室、技術館室などの業務スペースが5階には交換手のための休憩室や食堂、宿直室が設けられていた。戦後も横浜市外電話局 NTT 横浜情報案内センターとして利用されたが NTT の移転を機に横浜市の施設として利用されることになり2000年には旧横浜市外電話局として横浜市認定歴史的建造物に認定された建造物となった2001年から改修工事が行われ本町通りと大三橋通り側に設けられてタイル張りの外壁を建築当時のまま残して 回収された。港未来線日本大通り駅に直結貨幣の展示と館内展示は常設展と企画展からなり、企画展は同じ建物に同居する横浜都市発展記念館と共有スペースで交互に行っている。横浜ユーラシア文化館の企画展の際には、常設展の中にも企画展の一部を盛り込んだ内容としている。 江上奈美が寄贈した2500点余りの資料は、旧石器時代から現代までのユーラシア全域に渡っており、学問的、古美術的価値にとらわれない工場の人類の営みに、対する広い興味と探求心が伺える。館の常設展では、これらを、時代や地域といったカテゴリーで分類するのではなく、砂漠と草原、色と形、技、装う。 伝えるといった5つのキーワードに応じた展示スペースが設けられている。なお、すべての展示物には、日本語と英語のキャプションが付けられている。ここでは、各スペースの展示物を示す。リュジビ瓶ガラス製交友瓶動植物分式物図録、研究所、一般書などの書籍のほか、2013年から、横浜ユーラシア文化館企業が刊行されている。また、 年2回ニュースレター、ニュースフロムエウラシアが発行されており、ウェブ上で公開されている。同じ建物に入っている、横浜都市発展記念館と横浜ユーラシア文化館の関連書籍、グッズがミュージアムショップで販売されている。ありがとうございます。